皆さんのご協力のおかげでここ時間通りに進んでいますが、26世紀目南九州病院における神経難病の地域活動報告ということで、南九州病院の中村道夫さんからお願いいたします。よろしくお願いします。これまで当院は神経難病拠点病院として地域への情報発信や技術支援などの取り組みを行っていますが、今年度ホームヘルパーを対象とした吸引技術研修とパーキンソン病患者家族を対象とした支援事業の2つの取り組みを実施しました。目的、当院の神経難病患者家族を支援する地域活動の取り組みを報告し、今後の課題を明らかにする。方法は平成22年8月と10月に神経内科病棟スタッフが中心となりホームヘルパー吸引技術研修を実施しました。パーキンソン病教室は地域連携室が中心となり5回の講演を行っています。今回2つの地域活動を実施後のアンケート調査結果より報告します。はじめにホームヘルパー吸引技術研修について報告します。これまで当院では神経難病患者の在宅療養を支援するホームヘルパーに対して延べ50名の吸引技術指導を行ってきました。指導のタイミングは在宅療養決定後1回に2、3名のホームヘルパーを対象としました。看護業務を行いながらの指導のため十分な時間を確保することが難しい状況でした。今年度より地域のホームヘルパーステーションへ研修の開催について情報を発信し、事前に参加希望人数を把握しました。演習人数を考慮し、研修内容や教材について検討、また同じ施設から一度に多くのスタッフが参加することは困難と考え、同じ研修内容で年2回を計画し実施しました。研修内容はスライドをご覧ください。参加人数は2回の研修を通して計31名のホームヘルパーが参加しました。研修後のアンケート調査結果です。受講したホームヘルパーの背景、経験年数はスライドをご覧ください。神経難病患者を受け持ったことがあるかの質問では 55% がはいと回答し、疾患別ではパーキンソン病 48%、ALS 32% の介護経験がありました。受講理由では利用者の多様化によって吸引を必要とする方が増加傾向にあるという理由が多く聞かれました。また神経難病の在宅療養者は増加傾向にあり、人工呼吸器管理や吸引など医療依存度が高いことや命の責任を担っていることから、その介護者は持続的な緊張状態が強いられています。また介護負担も大きく、その介護は長期間となります。神経難病患者が在宅療養生活を続けるには介護疲労に対する負担の軽減が必要であり、そのためにはホームヘルパーは重要な存在となります。受講理由のもう一つに、夜間の吸引で睡眠不足を聞く、少しでも介護の軽減ができればと感じるなど、ホームヘルパーの多くが吸引に関する知識を身につけ利用者の力になりたいと考えていました。しかし研修に参加した全員が吸引の実施経験がなく、怖い、難しそう、危険を伴うのではないかなど技術に関する不安を感じていました。そのため研修内容では吸引に必要な知識として、呼吸器の配合、気管吸引に必要な無菌操作を含めた感染予防について講義を行い、吸引の手順や実際についてはイメージしやすいように動画によるデモンストレーションを実施しました。実技指導では各グループに指導看護師を1名配置し、一人一人に十分関われるよう考慮しました。また指導案を作成し、指導看護師全員が統一した指導が行えるようにしました。研修後には終了証を発行し、参加したホームヘルパーから達成感と今後の励みになるとの反応が得られました。研修後の感想では、吸引の必要性、重要性、危険性について理解できた、
これからの仕事に役立つ、しっかりとした守備を教えてもらったなどの意見が聞かれました。しかし、ホームヘルパーはその技術を提供するためには、正しい知識や熟練した技術の提供が求められ、安心してケアの提供ができるかについての不安を持つ者も多く、継続した支援が必要と考えます。こちらは A ベースで在宅療養中の患者様のご家族よりいただいたお手紙です。研修を受けたホームヘルパー総勢12名が吸引による介護支援が行えるようになったとの感謝の手紙をいただきました。このことは私たち神経難病病棟スタッフにとって とても喜ばしく、今後の励みとなるものでした。次に地域連携室が中心となり実施したパーキンソン病教室について報告します。地域連携室では当院に入院しているパーキンソン病患者から病気に関する情報を得る機会を設けてほしい、同じ病気で苦しんでいる方との交流の場を設けてほしいという要望に対して、地域住民と当院に入院している患者家族を対象に平成22年1月から8月にかけて計5回のパーキンソン病教室を企画実施しました。今回患者家族の反応を実施後のアンケート調査に結果に見て報告します。こちらは講演のテーマと参加人数です。5回の講演を通して延べ195名の参加がありました。講演内容について参加者の 95% 以上が理解できた、今後に役立つと答えていました。対話式の講演後の意見・感想では、各講師と身近な距離で話を聞くことができ、病気と上手に付き合っていこうと思った。病気の経過が分かり、本人の気持ちを少しでも理解したいという家族の反応もありました。また、患者内の体験談については、苦しいのは自分だけではないと感じ、励まされた。家族としてパーキンソン病の父親を支えるヒントとなったなどの意見が聞かれました。今回パーキンソン病教室を実施して参加した患者家族はパーキンソン病に関する知識や理解を深めることができました。また講師との意見交換や患者同士家族間での情報交換ができ、思いを共有できたことでパーキンソン病とうまく付き合い、前向きな気持ちを持つことにつながっていました。結論、神経内科病棟におけるホームヘルパー吸引技術研修では、今後も患者家族が安心・快適に在宅療養を継続できるよう、神経難病に関する幅広い研修の企画が必要となり、地域への看護技術提供を行っていきたいと思います。地域連携室では、パーキンソン病教室の参加者の反応をもとに、現在、神経難病患者家族サロンの開設につながっています。今後も神経難病を抱える患者家族への支援、また地域で患者家族を支えるさまざまな機関と連携を図り、地域の難病支援の水準を向上させるためにニーズに合わせた地域活動を企画実施していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご質問感想、2人いらっしゃるんで、こちらの女性の方から。すみません、いわき市保健所 の行政保健師の鶴岡と申します。ご清聴お話ありがとうございました。いわき市にはですね、国立病院機構いわき病院がございまして、いわき市内の神経難病患者さんのほとんどの多くの患者さんを受け入れていただいている状況です。そこの病院さんとの、お話し合いの中でですね、病棟看護師さんの半休院の指導に関する負担がかなり大きいということで、なんとかならないかということのご相談を受けているところです。でそこで、行政としても役割分担をしながら何かできることはないかと検討中のところなんですけれども、その三谷中小病院さんの方で行政どもが連携しているようなことがあれば、都道府県によってはホームヘルパー養成研修を実施しているところもあると思うんですけれども、そのあたりの部分が1点、あと2点目としてはですね、養成をした後、実際に在宅でされていた後のですね、フォローアップやチェックですというのが、ヘルパーさんの中には必